everyone. Welcome to my channel, English with Yuki. My name is Yuki. I'm an English instructor from Ginza Yorakucho Language. みなさん、こんにちは。この動画は英会話スクールリンゲージの公式ビデオチャンネルです。本日は銀座有楽町講師ゆきがレベル3ユニット20レッスン1 I made it のスライドとテキストに沿って解説をしていきますので、ぜひ復習にご活用ください。英会話スクールリンゲージでは会話中心のレッスンを行いますので、レッスン中に文法の解説は行いません。この動画をもっと英語を知りたい、文法を分かりたいという方に見ていただきたいと思います。それでは早速始めていきますので、テキストのご準備をお願いいたします。このストーリーはウェイトレスのウェンディが車の中で誰かと電話で話しながら、道順を聞いているというところから始まりました。道順を聞いた後ですね、ウェンディが運転を始め、無事に、友達に会えたというところでストーリーが終わります。ウェンディの友達がウェンディにどのようにして道案内をしているかというところに注目して、このストーリーを見ていきましょう。さて、最初のポイントになります。こんなフレーズがありました。 How do I get there?get there と get to どこどこというところですね。2つしっかり覚えましょう。 get の後ろに there が来る場合は to はいらないんですけれども、get to 行き先の場合はですね、 get の後ろに to を置いてから行き先を、言うようにしてください。この最初のフレーズでは there なので to はいりません。次のポイントです。こんなフレーズがありました。 go over the Tobin BridgeGo over 何々を超えるというイディオムになっていますので、このまま覚えてしまいましょう。 Go とプラスで over でしたら、今回のように何々を超える、もしくは渡る、Go の後ろに under をつけると、何かの下をくぐるというような意味になります。また Go through というふうに言いましたら、何々を通して、通って、どこかに行くという時にも使えます。また Go に along をつけると Go along the river なんていうふうに言いますと、何々に沿っていくというような意味になります。日本語にはそれぞれの単語、それぞれの動詞がありますけれども、英語はこのようにして簡単な Go に前置詞を使うことによって別の動詞にするということができますので、この感覚日本語にはないので、出てきたらその都度覚えてしまうようにしましょう。さて、こんなフレーズがありました。 Keep on the one until you get to Saugus ですね。この the one というのは the root one のことを指しています。そして こちらです。Until you get to Saugus、Until は、接続詞というふうになっていまして、Until の後ろに来るものまでは Until の前にあることをしてくださいというような意味です。さて、単語のページにもなっていましたこのフレーズです。Go up the ramp。そうですね。まずはじめに ramp というのは、スロープのことだったりとか、高速道路のこういったあの出口の方に向かっていくこの、坂になりますね。 ramp というふうに言います。 go up、 先ほども言いましたけど go と一緒に何かを使うことがありますので、この場合ですと go up で何々を上がるというような意味になります。さて、この道案内なんですけれども、実際の道があってですね、実際にそういった土地があるみたいで、 Google で調べましたら本当にサーガスだとかトービンブリッジというのがあったんですけれども、土地や建物というのはしっかりありそうなんですが、この道案内がどれほどまで成功にできているのかというのはちょっとここでは申し上げられないですし、分かりませんので、あまり深くその道案内については考えないようにしていただきたいと思うんですけれども、一つ一つの表現というのは覚えていただく価値があると思いますので、しっかり覚えましょう。さて、ウェンディが電話を切って実際にドライブをしています。そして、案内通りにドライブをして進んでいく様子が描かれています。こちらのウェンディのフレーズなんですけれども、自身でのこう独り言で運転をしているような様子で描かれていますので、結構英語がラフになっていたりして、ルート1のルートがなくなっていて、ただの on one というふうに言っていたりだとか、 I am entering Saugus なんていうふうに、本当は全文で言う場合はそのようになりますけれども、独り言ですので entering Saugus なんていうふうにカジュアルに言っている様子が描かれていると思います。さて、最後のフレーズになりますと I made it というふうになっています。この made it というのは、本来 make というのは何かを作るという
意味になっていますけれども、このメイデイとはイディオムとして、決まり文句として覚えるフレーズですので、そのまま覚えてしまいましょう。何かを達成しただとか、何かが成功した、できたというような意味になります。このイットはですね、何かその成し遂げたいと思っているものを指していることになります。スライドの一番下の質問の部分にこんな質問がありました。 If you leave Lingwich right now, can you make it home within 30 minutes? 今リンゲージを出たら30分以内にお家に着くことができますか。まあ、固く言いますとお家に着くことを達成できますかというような意味なんですけれども、皆さんはしっかりと、質問を理解していただけたでしょうか。ストーリーの方では私から以上になります。少し辻褄の合わないような、道案内というかになっていますので、あまり深く考えずにですね、一つ一つ go over とか、keep on the route one だとか go up the ramp なんていう風な細かいところのフレーズを見ていっていただいて、それを覚えて利用できるように案内できるようにしましょう。エクササイズに入ります。地図がありまして、自分がここにいますと。そして93号線ですね。それから次に1号線に方向を変えて、トービンブリッジというものを越えて、そして A というものの地点に行きたいというようなスライドになっていました。決まり文句です。このようにして覚えましょう。 How do I get to A? How do I get to 行きたいところというふうに言えるようにしましょう。 Get to、 やはり to 忘れないようにしていただきたいと思います。また Drive North というフレーズがありました。この場合の North はですね、副詞となっていて、運転しましょう、どっち方向に、北方向にという意味ですので、 Drive の後ろにすぐ、ドライブにかかってくるものですので、すぐ後ろに North を置いていただきたいと思います。次のフレーズでは Take Route 1 North という風になっていて、今度は North が一番最後に来ているので、どっちがどっちだったかなっていう風に混乱してた生徒さんがたくさんいらっしゃいましたけれども、 Take という動詞が肝になってきています。 Take という風なのは何々を取ってくださいという意味なので、 Take の後ろに、取らなければいけないルートがすぐに来なければいけないので、この場合は Take の後ろは、Route 1の順番になっています。そしてそのルート1をどちら方向に行けばいいのかというと、最後にノースが説明しているような順番になりますので、ご確認ください。そしてまたやってきました、 Go over the Tobin Bridge、 Go over ですね、しっかり覚えましょう。生徒さんで道を渡るときにですね、 Go over というふうに使ってくださった方もいらっしゃったんですが、このように橋だとかを越えるような表現ですので、 Go overThe Tobin Bridge のように使っていただきたいと思います。最後のフレーズです。 You will see it on your left ですね、この it は探しているものになります。そして on your left、 このまま覚えましょう。右だったら on your right ですね。エクササイズの後半になりますと、地図が出てきてですね、自分がここにいて、そしてメルロースシアターの方に、行くにはどうすればいいかというような説明の仕方がありました。さて、ここから3文の大事な文章をご紹介したいと思いますので、しっかりこのまま覚えましょう。まず1文章目、 Go straight till you come to a gas station。 はい、まずまっすぐ行ってという Go straight、 また来ましたね。 Go と一緒に何かを使うことによって別の単語を作ることができるという、英語の性質を持っています。 Go over だとか Go under、 今回は Go straight でしたね。 Go straight、 まっすぐ行ってください。そのまっすぐ行くということを続けなければいけない、どこまで続けなければいけないかというと、 till の後ろになるまで続けてくださいということなんですけれども、この chon till が until と同じ意味になります。本文の方、ストーリーの方では until で使っていました。エクササイズの方の till と一緒に合わせて覚えておくといいと思います。 till の後ろに来る you come to a gas stationガソリンスタンドまではまっすぐ行ってくださいという意味になります。 Come to、 You come to、 このフレーズもしっかり覚えましょう。なので最初の部分、最初の部分のことを続けてください、どこまで、 Till の後ろのことが起こるまでは続けてくださいという、順番になります。次2文目、 Then make a rightMake a right は右に右折するってことですね。 Make a left が左。
もし turn を使う場合はあがなくなります。 turn right, turn left になりますね。3番目、こちらですね、生徒さんでここが意外に出てこないっていうところがありました。一番最初の部分が何て言ったらいいかわからなかったんですね。3番目、今探しているのは The Melrose Theater なので、これは先に言えるようにしてください。3番目、メルロースシアター is どうなんだってところなんですね。ここからがちょっと気持ち悪いかと思うんですけれども、覚えてください。 is about halfway down the block。これどういう意味かと言いますと、ブロックというのは角から角までなんですね。ブロックで、そのブロックを、のその道をですね、まっすぐダウン、ダウンというのは上下を表すものではなくて、もうもちろんあるんですけれども、自分が進んでいる方向に進んでいくこと、そのまま行くこともダウンというふうに言いますので、その区画、その道をまっすぐダウンしてくださいというふうに言ってます。そのまま進んでくださいという意味ですね。でも全部行っちゃダメなんです。どこまでかって言ったら、ハーフウェイで止めてくれというふうに言ってるんです。なのでハーフウェイ、このまま覚えてしまうといいと思うんですが、メルロースシアター is about halfway down the block。 これなんて気持ち悪いかというと、日本語の語順と全く逆だからなんですね。日本語はですね、このブロックをこのまままっすぐ半分行ってくれっていう風に言う言い方なので、後ろからどんどん下がってくるような言い方になります。このブロックをまっすぐそのまま半分進んでくれってことですね。ただ英語だと順序が逆なので、半分そのままそのブロックという順番になるんですね。でこれを考えてると、なんて言ったらいいか分かんなくなっちゃうので、もうこれイディオムとして覚えてください。よろしくお願いします。 Halfway down the block、 Halfway down the block、 このまま覚えてしまってください。の方が早いです、の方が早いです。語順逆なので、困っちゃいます。なのでそのまま覚えてしまっちゃった方がいいと思います。ではエクササイズが後半は本当に最後の方になりますと、いろんなバスストップに行ったりだとか、病院に行ったりだとか、カフェに行ったりだとか、銀行に行ったりだとか、その道案内をするんですけれども、皆さんもお気づきのように、バスストップなどバス停はですね、半分のところにあったんですよ。その区画の半分のところにありました。ただホスピタル、病院とかは、そのままもう角まで行かないと病院がなかったんですね。半分のところじゃ終われなかったんですね。なので先ほどは半分のところで案内したんですけれども、区画全部行ってくれというふうに言いたい場合はですね、例えばホスピタル今探してます。 The hospital is about も消して、先ほど about ありましたので about 消して、 halfway 消して、ただの down the block にすればいいです。そうするとその道を、そのブロック、その区画をずっと行ってくれっていう風な意味になりますから、真ん中で止まんないで最後まで行ってくれると思いますので、なので2種類、メルロースシアターとホスピタルで言いますと、メルロースシアターは半分のところなので The Melrose Theater is about halfway down the block です。そして、病院でしたら最後のところ角まで行ってくれっていう風に指示がしたいので、 The hospital is消して down the block なんていう風に言えば大丈夫です。意外に簡単でした。ハーフウェイを、のけてしまえばいいということでした。はい、私の方からは、以上になります。かなり案内、道案内するときに、大切な語句が詰まっていますので、慣用句として覚えてしまって、考えなくても出てくるようなところまで練習するとですね、突然話しかけられたときとかにも役立つと思いますので、ぜひ練習してみてください。またレビューの週でも、お話ししますので、そのまでしっかりと復習をしておいてください。それでは来週はユニット20レッスンに In it to win itですので勉強をしておいてください。それではまた来週。 Thank you very much for watching. See you next time. 皆さん、この解説動画を見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたら、いいねのボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また何か質問がありましたら、下のコメント欄に、質問を残してください。なるべくお返事できるようにいたします。それでは見ていただきありがとうございます。 Thank you very much for watching. See you next time.